カレーはどうも原田家専務です。私事ですが、最近ちょっと咳が続いていたので、少しだけ大好きなカレーを我慢していました。好きな時に好きなものがいただけないのはやっぱり辛いので、体調管理には気をつけていきたいです。今日は体に良さそうなカレーを紹介していきます。それではどうぞ。この動画は47都道府県のお取り寄せカレーを制覇した私原田家専務が、日本全国のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回紹介するのはこちら、パセリカレーです。実は私あまりパセリが得意ではないのですが、大好きなカレーと一緒なので頑張って飲んでいきます。早速調理していきます。今回はサラダチキンを追加してみます。完成です。いただきます。マッシュ。パセリの風味とカレーの香りが合わさって、ちょうどいい飲みやすさに、まるでイタリアンのような味わいです。トッピングのサラダチキンもカレーによく合い、これはかなり当たりのトッピングです。今回の原田家チェンジ、今回は溶かしたチーズをかけちゃいます。イタリアンの風味のカレーにチーズがぴったりマッチしてます。味がよりまろやかになり、さらに飲みやすいです。ごちそうさまでした。今回の原田家スコープ、今回のカレーはヘルシーさ星4つです。今回のカレーは辛さは控えめ、ルーもかなりあっさりめなので、ここで今回紹介したカレーはパセリカレーでした。高評価チャンネル登録お願いします。次回はチロルチョコ溶け込むカレーです。お楽しみに。君は一人じゃないよ、僕らがここにいるよ、いつも胸の中でずっと見つめ続け